トータルフィードバックをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。クライフインザベッドルームの畑祐介です。レイの内山優愛です。小手山しずくです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。優愛ちゃんも卒業おめでとうございます。ました。ありがとうございます。もうなんか本当に花束をいただいたり、メンバーのみんなからお祝いしてもらったり。ちょっと誰か花束買ってきていやいや、もうお気持ちです本当にもうホットね、卒業したばっかなんですけど、嬉しいです。よくね、通われましたね。アイドル活動忙しいのに。いもう本当なんかコロナとかもあったから、すごいオンラインとかで結構なんか普通の学校生活ではなかったんですけど、なんとか。この3年間ね、1年間だけ通ったんですか？1年半ぐらい通って、2、3年コロナで、4年のゼミは行ってましたね。おー、でもね、なかなかね、こうとこアイドル活動とね、並行してやるのは大変だったと思いますけど、いや、友達できた？いや友達でも、ゼミでやっぱ最初1年の時とかもなんか一緒に授業受ける子とかいて、でもやっぱコロナで会わなくなって、で4年のゼミでやっぱなんか10人ぐらいなんですよ、ゼミが。だからそこでやっぱ仲いい子何人かできてっていうのはありました。なんか大学生らしい子飲みに行ったとかそういうのはないんですか？飲みに行ってないんですよ。うっそー大学生って飲むのが仕事だと思ってますよね。ほんとそういうイメージだったんですけど、なんかもうほんとコロナ禍って感じで、なんかその先生とかもなんかいつもならなんかみんなで飲み会みたいなのあったっぽいんですけど、卒業とかで。でもなんかちょっと今回はみたいな、もうシューンって感じで終わっていきましたなんか学園祭とかそういうのはやったんですか？なんかちょこちょこあったんですけど、でもなんか私の学校そんなすごい広いキャンパスって感じじゃないので、なんかほんと一部でやってたって感じ。ゆうちゃんがその例の活動してることは、みんな知らなかったんでしょ、最後まで。あ、でもゼミのその仲いい子数人には言ってて、でなんかその卒業式の日に先生がなんか、先生は最後の最後に知ってて、で先生になんか、先生がみんなの近況報告をめっちゃ聞きたがってて、でなんかじゃあ学校生活の振り返りと今後の自分の就職のこと一人ずつみたいな感じで、就職どうしようと思って。そうですよ、就職知ってないんですよ。例に就職ですよね。そうですね。だから先生に、先生にどうしようっていう学びを送ったら、行っちゃいなよとか言われてまあでもそれでみんながね応援してくれるね、はい、かもしれないです、ね、でバレました最後。ああ、でもみんなもびっくりでしょうね。まさかアイドルがね同じクラスにいると思わなかったのかみんななんか検索しようとして、わーっていやーって思ってまあ多分あのワンマンとかね、大事な時は来てくれるんじゃないかな。来てほしい。来てほしいっすよね。来てほしいです。あれ、コットちゃんとかは卒業の時ってどうでした？だって、はい。そうか、ゆうあちゃんは卒業と同時にアイドルに就職で、で、あれ、コットちゃんは卒業してからだもんね。あ、違うわ。なんか何言ってんの？卒業、あ、でも卒業する、本当にちょっと前からアイドル始めたんで。すごいタイミングだよ。そうす。で、なので、1月くらいに多分上京したんですけど、卒業式は帰って。あ、大阪で卒業す、学校に通われたんですね。はい。あ、そうなんです。通ってて、で、あれだったんですけど、でもなんか1月くらいに決まったので、でも就活は絶対しないっていうのを。あ、決めてた。すごい。2人ともすごいね。2人ともじゃないですか。同じじゃないですか。でもやっぱりあの時期とか就活の話になるんで、でもなんか歌いたいんだみたいな、かっこいい。確かに確かに。かっこいい。なんか言わないといけない感じ、言う感じのゼミだったんで、言ってっていう感じで。でもそれがなんかそう、決まるのが1月だったんで、その前から卒業旅行をめちゃくちゃ決めてたんですよ。あ、なるほど、なるほど。で、なんか、結構、やっぱり大学の卒業式な、卒業なんで、海外とかあるじゃないですか。だから、めっちゃ予約してたのに、私のせいで行けなくなるから、ということで、キャンセル代がいるから。やばい、払ったの？払いました。見てる分？で、みんなの。すごい。やばい。しかも2人の友達とかで何個か行くみたいなのが多かったんで。いや、本当に。借金かけて東京来たの？余
夜逃げしてきた。夜逃げだね。いやー。大学どうでした？いや、めちゃくちゃ楽しかった、うん。それはもうちゃんとその、いわゆる、ゆわちゃんがやれなかった大学生活みたいな。うん、あ、でも私も飲み会とかなくてランチ行こうみたいな。そんなもんなんですか。僕大学行ってないから分かんないですけど、大学生ってみんな遊んでるんだと思ってましたけど。あ、でも大学遊んでますよね。もう友達とかは結構本当にもう潰れている感じの人もいるし、うん、あ、大学生だみたいな。そういうところもなんか礼らしく上品な感じでいいですね。なんか家族好きな人が多くて、うん、あ、晩ご飯、はいはい、お母さん用意してるから帰ろう、帰ろうみたいな、みんな地元大好きでもいい、ね、ヤンキーじゃん。なるほどね、はい、じゃあまあでもことちゃんはあれですよね、大阪からで卒業して東京に来てるから、まあそのギャップみたいなのもあったと思うんですけど。あ、そうですね、なんか新生活っていう、いきなりだってことだったんでしょ。はい、しかも一人暮らし初めてだったんで。うわ、あー、そうなんだ。もう家大好きなんで、寂しくて仕方ない、うん、あ、ホームシックになる、言葉も違うしね、はいはい、なるほどね、うん、まあでもこれから卒業して例の活動で、ゆわちゃんもついに専念ということになるんですけど、そうです、なんかこれからやりたいって思ってることとかありますか？え、でもなんかそのちょこちょこその今後7月とかにもあるんですけど、例、うん、主催でこのバンド対バンの制作一式を内山がやるみたいな公演があったりするんですけど、なんかそういう今までそのパフォーマンスとかステージ上の上で完結してた自分のアイドルっていう活動を、うん、もうちょっとそのこのステージが出来上がるまでにどんなことがあってどんな人たちが関わっててみたいなところもちょっと知れたらいいなっていう思いがある。要は裏方。そうですね、うん、ちょっとまあこのイベントトータルフィードバックは、うん、まあブッキング僕がやってるんですけど、そのブッキングのことを今やってるってこと。そうなんですよ、もう毎日あのお世話になっております内山優和ですってやってます。マジでそれは俺は優和ちゃんが届いてびっくりするけど。本当に、いやでもめっちゃ緊張するんですよ、送信ボタン押すのが。いや、わかるわ。だからなんかあの毎回メロンちゃんにあの押しますよ押しますよって言って、いやどうぞどうぞって言って押すじゃないですか。そしたらあっとか言ってくるんですよ。え、やばーみたいな。いやらしいこと言う。えってなったら、いや、なんでもないよ、みたいな。悪いね。そういうことやってくるんですよ。LINE だったらね、決してすいませんってね、できるけど、メールは難しいです。意地悪してくるんですよね。でも俺は、そのトータルだと、その、バンド、ほぼバンドがメインじゃないですか。はい、だから、何かしら繋がってるので、別にそんなに緊張し押さないんですけど。なるほど。アイドルとしてバンドにオファーでしょ。そうなんですよ。もうだからなんかその感覚というか、多分アイドル対バンとかだと割と直近のスケジュールでオファーしても多分受けたりするんですけど、うん、そうなんですよ。タイム感違うでしょ。そうなんですよ。だからもう夏までちょっとツアーが決まってますとか、うん、やっぱいろいろ全然アイドルとバンドと違うなって。そうなんですよ。あ、それやっちゃってる。それやってます。あ、それは大変だな、ストレスになる。あの、楽しくやってください。いや、でもなんかやっぱそのいや、お返事来ないだろうなみたいな方にも送ったりするんですけど、うん、それで返事が返ってきて、あ、じゃあレイの音源をこう聞いてみてくださいみたいなことでつながりがこうできたりするので、うん、なんかもうそういうのでちょっと励まされて、なんか事務仕事にも興味あるんですよ。なんかあなたの確か秘書検定がなんか持ってます。あ、そうです、持ってます。持ってますよね。持ってます。なんか本当なんだろう、派遣とかのなんか、うん、こう入力するバイトみたいなとかめっちゃやってみたいですもん、今。なんか今バイトする時間ないでしょ。ないんですけど、なんかそういうのなんか事務仕事に今興味があって。マジで？あるんですよ。ゆうちゃんの興味どこに向かってるのか分かんない。まあちょうど春だからね、何かしらできるかもしれないですけど。でまあ、そうか、すごいね。なんかあのこの間僕曲作った韓国のアイドルの子も、うん、やっぱりメンバーが運営を兼業してて、大変でした。でも日本語ペラペラですごい楽しくできたんですけど、ね、そっか、ゆうあちゃんはそっちにも手出してしまったんですね。ちょっと春からいろいろ頑張って。いや、楽屋ですごいメールを頑張って打ってる。本番前やってるの？切り替え大変じゃない？30分ぐらいあれば精神統一。すごい強い。じゃあまあ今年これからの年度の例も安泰ということで、はい、今日のところは一旦終わりにして、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございます。何せ卒業おめでとうございました。ありがとうございます。
シューゲーズやりたいって子はとりあえず1回使ってほしいですね。一番最初に使ってもらいたいエフェクターやっぱファズペダル、もうそれでこそ名前がシューゲーズファズなんで、ローカットとハイブーストの2つ可変できるスイッチは、それがこうあのアンサンブルの中でやっぱりどうしてもこうずっと使ってたロシアのビッグマスとかはミッドが出すぎちゃってこうアンサンブルの中出てこないっていう問題がもうずっとこの何年もそこを解消するためにいろんなファーズ探しの旅に出てたけど、もうそんなことから解放されたのはあのスイッチかなって気がしますね。このボリュームがポイントなんですよね。どうしてもへっこむ引っ込むから、それがないようにボリュームを上げるように作ってもらったっていうのがでかかったですね。まずは周辺のファンの人に使ってもらえたら嬉しいなと思います。夢心地みたいな感覚とか、なんかいろんなものに関連付けて、デザインの方を編んださせていただいて、はい、このエフェクターにデザインが乗る形になるので、ぜひ楽しみに待っていてもらえると嬉しいです。コードの分離感がいいので、シューゲーザーとかで複雑なコードを抑えた場合でもすごいテンションの音とか聞き取りやすいなっていう印象です。おお、強い。まあこれ一つでですね、かの畑祐介サウンドがですねお家で再現できる、こんなお得な商品ございませんので、もうぜひですねお買い上げいただいてですね、使い倒していただければと思います。If you have a problem, don't hesitate to ask for assistance. Call 348. Take 4 red capsules. In 10 minutes, take 2 more.Help is on the way. This logic network imparts the implemented memories into the internal module control modes. Changeable, alterable, fluctuate, mutable, undulate, variable, flicker, versatile, flutter, modal, pulsate, alter.Vibrant, pressed. CXM 1978. A brand new automobile.